今回はですね、いかにこのフルーディティ、つまり腕の滑らかさですね、これを作り出すのか、この方法をですね、ご紹介したいと思います。まあ冒頭で示したような、いかに難しい、こう、ルーディメンツだったり、まあバラエティの飛ぶ、グルーヴを出したとしても、こう動きがカチカチに硬い人って、いらっしゃいますよね。こう、例えば、アクセントがすごく、綺麗にできているんだけれども、といったような感じで、こうすごく動きが硬く見えてしまう。これって非常にこう人間性とも絡んでいて、こうガチカチっと、しっかりした、カチカチっとした硬い感じ。まあ、非常になんて言うんだろう。まあ、よく言えばすごくしっかりしている方に見えるんですけども、少しこうとっつきにくいというか、こうやはり何でもかんでもこう気を許して話しかけようって思ったり、まあ、仕事を任せればすごくしっかりやってくれるんだろうけども、内面的ななんて言うんでしょう。まあ、気軽に相談したりですね、何気ない話を気軽にできる関係ではないというか、まあ、そんな感じがしますよね。で、演奏でももちろんそういう表現っていうのは出ていて、まあ、すごく、まあ、一見上手いという分類に入るんだろうけれども、この演奏を果たしてずっと見ていれられるかどうか、こう好き好んで、あ、またこの人の演奏を見てみようかなとか、ずっと見ていられるかどうか、っていうのはまた話が別になってきます。で、いかにこの滑らかさ、流暢さっていうのを、出すのかっていうのは、こうやはりこの体の動きなんですよね。で、今のアクセント、まあ、基本的にシングルストロークの、アクセントだったり、ダブルが、途中で入ったり、したんですけども、このスティックの滑らかさですよね。例えば、今の感じでいくと、という、なんだろう、こう腕だけと手首だけで、こう上半身のこの体の幹をですね、こう一定にこう動か、ロボットみたいにカチカチと、するのではなく、すべてを、こう軟体動物のように使って、ここからまるで腕に、この体のへそからこう胸を通って、肩、そして二の腕、指先まで、ここまでが一本にこうエネルギーがここに分散しているかのようなこの動き、感じの動き、これをですね、ぜひ意識してみてください。手の動きだけだったり、こう手首ここだけで動くんですよっていう、この基礎的な、ことだけを学んでいると、やはりどうしても体の動きがおろそかになってしまう。で、そうなってくると、こう見ていても非常にこうつまらない動きとなってしまうというか、より魅力的な演奏をするためにはぜひですね、この体のノリですよね、やはり体全体でこうグルーヴを出しているので、そこもですね、ぜひ一緒にやってみてほしいと思います。そんな感じで、今回はですね、この体の動かし方といかにこの流暢に、フルーディティを出して演奏するのかをご紹介しました。ぜひ皆さんも、参考にしてやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。